テク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 。こんにちはエヴァのサイクルです。ちょっと手短に言いますね。あの最初だけ。えー、スコットの購入のまあ学生サポート、学生応援キャンペーンします。括弧保護者メイン。なぜかっていうと自転車高いじゃないですか。で自転車部入ると大体たい多分ね三十万円から百万円ぐらいの自転車を、まあ、買わされるというかまあ買うような雰囲気になると思うんですけど。 やっぱ入学して入学金もあったし、まあねスウェめのねお金も払ったし、まあ僕も学生時はそういうお金かかるって知らなかったんだけど、やっぱ保護者になってみるとそういうのかかってくるんで、まあちょっとでも僕の店何かできねできることがあるかなと思って今回これを思いつきました。まあ車種は限定なんですけど、えー、スコットっていうまあスイスのブランドのロードバイクがあって、まあそれを購入してもらったらその購入金額の20%をの何か オププションンパーツをプレゼントします店頭在庫と店頭で注文できるものっていうことはもう裏返せば20%オフになるんですけど20%オフって言っちゃうと多分スコット・ジャパンさんからあの契約切られちゃうんで、まあ、そういう風なことはしなくて20%ね。で,もしローンで買う場合は申し訳ないけど5%分差し下さいでなぜかっていうと金利負担のローンはぶっちゃけ僕が10何負担してるから。 それでね20%になっちゃうともう30%オフとかになっちゃうからもう玄関にな,なるのでの、ね、そういういことですで自転車部はわかんないです多分もしね広島も自転車僕あんま知らないんですけど例えば総督高校とかあ別に全国各地の人いますよあの総督とか宮島工業とか志向とか城北とかまあ僕の知ってる限りの今高校いましたけど。 まあそこでもしかしたらその部活の顧問の人とか、まあ、部活が昔から付き合いがあるショップさんがあるかもしれない、まあ、それはそこを優先してもらってもいいしあと自転車部じゃないんだけどそういうなんていうかよくここにね無料コーナーをあ,さりにあさりに来る学生たちはやっぱりこの部活に所属せずになんか自分で独学で楽しんでる人もいて、まあ、そういう人も、まあ、学生,とはは学生とになるので。 そういうい人でもあれですよあの僕みたいな中年の人がちょっと最近学校行ってみようかなと思ってちょっと江本さん僕学生なんですけどそう見た目が学生じゃないんで、まあ、明らかに学生っていうまあ雰囲気の人ですねその人でスコットを購入の方は、えー、購入金額の20%だからもし30万円の自転車を買った約6万円のオプションパーツをブレンドしますと。 まあここになくてもいい、注文でもいい、お,お店が注文できるやつ、まあ、ヘルメットとかね空気入れライト、鍵、えー、まあ家で置くスタンドとか、あと消耗品とか、でその6万円は作業費に当ててもいいし、工賃に当ててもいいし、工賃の方が嬉しいかな、<laughs> 仕入れなくていいから。ということです。でローンで購入する場合は、えー、5%分で負担を、負担というかあの、オプションパーツをプレゼントしますということです。はい、何かわからないことがあったら質問ください。 これはね僕はすごくいいと思ったんですね、まあ、もっとねブランドがトレックとかキャノンデールとかスペシャルとか扱ってれば同じことをやりたいんだけどできないんでねで僕は高校生の時にあの広島高領高等学校のバスケ部だったんですけどまあ多分相当うちの親にお金を使わせたのかなと思ってます。特にバスケットシューズってねう、まあ、うまく使う人は半年ぐらい 持つんですけどなんかね広陵高,高校はね練習量がもう半端じゃなくてまあおか,げおかげさまで記憶がないんですけど3年間3ヶ月に1回シューズ買い替えてましたね特にこのディフェンスまあディフェンス系のねチームだったんでこう横の動きが多いわけですよ。で横の動きが多いとどうしてもねこういう風な動きをするからここがねすっごい擦れてねなんか紐が切れたりとか例えば靴が壊れるんですね。そういういのがあったから僕3ヶ月に1回靴を あの買っっててもらってましたほんまにいくら使わしたのかって想像するだけでもちょっともう鳥肌立ちますけど、まあ、ほんと親には感謝しますだそういうね多分今見てるねこの学生とかね高校生の人ねもっと親に感謝して下からねちょっと自転車欲しいんだけど買ってくれないよねみたいなそういう風な感じでウーと移動。 ちょっと買ってよみたいなそれ上から目線で「お前なんや?」みたいになるんでそんなあったらもうやめてしまいってなってしまうんで、まあ、そうじゃない感じで,でもしそうじゃないのがそれがもうできない学生は、まあ、大人になって社会人になってもし自分がね自分の子供ができて高校生の子供が自転車部入りたいって言った時にそういう同じ心境になると思うからその時に親孝行してあげてください <laughs> はい。以上です。 ことねまあ、例えばこの今あるアディクトねこれは定価でえっ、ー、とまあ僕が購入した時き55万円でしたということはそれの20%だから20%ええ10万円ああちょっとやりすぎかなまあでも言った手前はい一応期限はないですあの僕が飽きた あとはスコットジャパンさんから「ちょっとやめろ」って言われた時がやめ時なんでいつの間にかこのキャンペーンなくなってた時はそういうふうにさせてもらえばスコット限定ですまあこれもまあ,まあ目的はねいろいろあるんですよまあスコット売りたいっていうのとあとお客さんに何かあげしてあげたいっていうのとまあスコットが売れることでお店の露出が増えてあ「あエレバントサイクルは実はパナソニックじゃなくてスコットもやってんだ」みたいなそういうふうな いい流れを作りたいんで、やっぱいい流れを作るというのは、僕がちょっとこの最初にね、まあ、宣伝広告費じゃないけど、まあそういうふうな、まあ、負担をしなきゃいけないんで、まあ、そういう,うな感じですよ。分かってください。分かる人分かる。はい。分かる人分かる。以上です。スコット興奮の方は、ぜひ当店で、まあ、ワイズロードで買ってもいいよ、ワイロードで買ってもいいよ。でもうちだとね、20%オプションパーツ分レンドしますんで。はい スコットスコットを、ね、取り扱ってねワイズロードだけじゃなかったいろいろ広島に6店舗ぐらいありましたねまあ、あの好きなとこで買ってくださいでも僕のお店で買ってもらうとあのすごく嬉しいです以上終わります